コバチャンネルベータ始まりました。コバチャンネルベータの時間です。今日のテーマはですね、皆さん男子ならみんなエッチな動画好きなんじゃないでしょうか。僕も大好きです。まあね、でもやっぱね、本当の AV 好きっていうのは女優だけを知ってても邪道だと思う。やっぱ男優も知らなきゃ。男優も知らなきゃね。まあ今日はそういうことじゃないんだけど、売れる AV 女優と売れない、まあ AV 女優など、まあそういうのちょっと話していきたいなと思います。まずね、ちょっとあんま声出しちゃうとね、ご近所さんとかもいるんでね、こういうエッチい話は。まずね、売れる AV 女優っていうのは、やっぱ今自分がこういう仕事をやってて楽しい、ね、こういう新しい自分の気持ちいいところをなんかこう見つけられるから楽しいって思ってやってる人っていうのは人気出ます。たまがかゆいな。別に立ってるわけじゃないですよ。で、やっぱ売れない人っていうのは、まあ、お金が欲しかったりとか、ただ金目的でなんかもうやるみたいな。で、女優だと噂だと、まあ、普通に1本出るだけで1ヶ月分の、まあ、生活ができるなど書いてあるみたい。ちなみに AV 男優っていうのはトップが、5万円。1回の撮影5万円で、まあその下に行くと、まあ1万円とか2000円とかで、一番下っていうのがエキストラで、まあお菓子、ただじゃあお疲れ様っていううまい棒1本とかなんですよ。別に僕男優じゃないですよ。僕はまだ AV 男優じゃないですよ。未来のなんで、未来のなんで なんですけど、やっぱね、お金目的でやるとね、何もかもがダメ。やっぱね、普通の仕事とかもそうだけど、やっぱ自分に合った、これやっててやりがいがある、楽しい、ね、お金ももらえる、その3つの条件を合った人っていうのが、やっぱね、真のね、やっぱり人気の出る AV 女優かなって私は思います。やっぱね、ほら、せっかくさ、例えば新人さんとか、デビューした女の子でもさ、その結局1本しかない作品たんじゃん。だそういうのっていうのは、まあ2つあって、まあちょっと自分に合わなかったとか、そういうのもあるし、ちょっと裏の、まあ、AV の方に行っちゃったとか、なんか本当はこういう撮影のはずだったのに、なんかこうすごいハード系だったとか。で、俺がね、一番衝撃だったのがね、作品名とかは言えないんだけど、なんかもう水をさ、水に頭こうバカバカバカって積むのとかあって、あれめっちゃグロいなと思った。まあというわけで、まあ、今日の語り部はここで終わりたいと思います。ぜひ、将来の夢、この私、男優歴0年、出演本数0本、抱いた女も0人、どうも、AV 男優、ウルフ小林でした。